はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガミンストレルソングリマスタード版、第3週に入るところですね。で、今回はどうしようかな、特にあんまり考えてないんだけど、まあちょっとシフルでやって、今回も本当にサクサクサクっとやっていきたいと思います。基本的に見たイベントはもう全部飛ばして、見てないイベントだけをやっていく感じかな。で、3週目になると確かシェリルのイベントが解放されるはずなんで、まあ、速攻をメインに見ていこうかなと思います。というわけで、まあ、引き継ぐものは一旦デフォルトのこれで引き継いでいきますか。 OK、 いろいろ引き継げないけど、またまたマルディアス。南極に近い極寒の地、バルハラント。この厳しい環境の土地にも狩猟を生業とするバルハル族という人々が住んでいる。今年は暖かく猟の獲物も多いのだが、モンスターも多く見られるようになった。この村の王ガトの家、その名を取ってガトの村と呼んでおこう。そのガトの村にバルハル族でも1、2を争う勇者がいた。その女の名はシフ。最近は暖かいな。生まれてこの方、こんなに暖かいのは初めてだ。狩りの獲物が増えるのはありがたいが、モンスターも増えたのが悩みの種だ。あちこちの洞窟にモンスターが住み着いたようだ。退治してきてくれ。頼むぞ。では、行ってきます。じゃあ東の洞窟から。腕が鳴るね。フランシスカとか持ってるからね。骨でも砕いとくか。で、仲間はやっぱり連れてきました。いいね、バルハル戦士。最初はやっぱりこういう無名な戦士入れるのが役立つから。で、南の洞窟、こっちもサクッといこう。セメハト、バルハルペギってバルハルにしか出てこないのかな。物足りないね。確かに物足りない。さあ、そして西の洞窟。格闘技も400超えるからな。楽勝。ご苦労だったな、ポッチ。ごくんで、アルベルトはどうすんだ。もう一回出すのかな。ごく一回出んのかな。急げ急げ、そうだね。これはひどいね。足跡、バルハル族じゃない。まだ生きてる。おい、しっかりしな。すぐに暖かいところへ連れて行かないと。その少年は誰だ。あのナンパ船に乗っていたんだろう。生きてるなんて奇跡だよ。わしが預かって手当てしよう。
頼むよ、ガト。少しは元気になったみたいだね、坊や。坊や？助けていただいてありがとうございました。また洞窟にモンスターが住み着いたようだ。退治してくればいいんだろ。分かってるよ。私も連れて行ってください。皆さんに受けた恩を返さなければなりません。見どころありますね。仲間にしましょう。坊やかと思ったら、あれアルベルトって一回も仲間にしたことないっけ。クリスタルパレスに入ってないからな。一緒に来な。じゃあ再び東から増えてる敵が。切り返していくか。通常はだいぶ減ってんな。詩人の剣全く回復してない。一応突き破ら持ってきたからいいね。火力は高い。あとなんか覚えてくれればそれでよし。で南の洞窟。あれこいつらって結構めんどくさいやつらだっけ。ブレードロール使おう。サクッといきました。サクッといけ。はい、一掃。さあそして最後西。敵は3体か。だったらまあ普通に殴っていこう。アルベルとか全然技覚えないんだよな。スキルレベルが低いからかな。ご苦労だったな。こいつマジ金くんねえな。これで当分はモンスターも増えないだろう。ローザリアへはどう行ったらよかろう。騎士団領まで行けば船があると思うよ。騎士団領の地図を探しておいた。この若者を騎士団領まで案内してやれ。分かったよ。ありがとうございます。このゴンはいつか必ず。よその地図などわしらには必要ないからな。ローザリアまで無事に着けるよう祈っておるぞ。騎士団領は雪原の遥かに西だよ。早速出発しよう。よし、じゃあ騎士団領行きますか。待て。あ、そうか、これがあったか。これを持って行け。これは竜の目じゃないか。村のお守りを私が持って行っていいのかい。もともと竜の目はお前の一族のものだ。お前の祖先が竜の庭から持ち帰ったのだ。その時には竜の目に光が宿っていたという。お前の父は失われた光を取り戻そうと竜の庭を探したが果たせなかった。その夢お前なら成し遂げられるやもしれん。竜の目ゲット。金金金、騎士として恥ずかしくないのか。こいつがモンスターたちのリーダーか。これは強敵ですね。じゃあここもブレードロールでさよならいたしましょう。何、敵の方が早い。さらば。よし。で、なんやかんやあってローザリアへ戻ってきました。殿下、お久しぶりでございます。アルベルト、アルベルトか。アルベルト、無事だったか。去る狩人月11日未明、殿下がおいでになった翌朝であります。イスマス城はモンスターの襲撃を受けました。警戒ラインの内側に
突然敵が現れたことと、モンスターとは思えぬ統率の取れた攻撃等によってイスマス城は危険な状態になりました。私は父ルドルフの命を受け、姉ディアナと共に殿下に危機を知らせるべく城を脱出しましたが、途中モンスターにより捕捉され、姉とは離れ離れになりました。私だけがローバーンに漂着、そこからブルエーレを経てヨービルへ向かいましたが、今度は船が難破、バルハラントまで流され、騎士団領を経て今ようやくクリスタルパレスに至り、殿下にご報告できました。使者の役目大義だった。しかし時間がかかりすぎました。イスマス城はすでに。みんな下がれ。アルベルトだけにしてやってくれ。殿下、私の両親がニーサ神殿に葬られているそうです。シェリル。シェリル、あなたを見ると悲しいことを思い出すわ。帝国の貴族の娘のこと、愛し合った船乗りと身分が違うと引き離されて、嘆きのあまり何も食べずに死んでしまったの。見づらいけど、シェリル。シェリル、またあなたなの。あなたを見ると悲しいことを思い出すわ。サンゴ界の残忍な海賊のこと、犯した罪を悔い改めて自分のせいで親を亡くした孤児を集めて育てたの。でも孤児たちは成長すると全員で海賊に復讐したの。たくさんの、本当にたくさんの人の死を見てきた。私に関わった人はみんな最後には死んでしまうの。怖い人、優しい人、醜い人、美しい人、老いた人、若い人、みんなみんな死んでしまうの。人間いつかは死ぬからね。あんたに関わったかどうかは関係ないだろ。でも辛いの、辛すぎる。見つけましたよ、長い間行方知れずだった最後のディスティニーストーン。ついに見つけました。どうして今まで見逃していたのでしょうか。いや、それはどうでもよいことだ。女、お前のその指の光のダイヤモンド渡しなさい。その指輪がディスティニーストーン。ダメだよ、渡しちゃいけないよ。あんたは私が守る。いや、今の実力だと無理なんだけど。ヒットポイント200ちょいだよ。強いのは車輪撃だよね。ダルベットもう初手から撃てないからね、サイコブラストがガードしとこう。でシングルソードだからね、バーバラに至っては。でグレイはスケアボーナー装備させてるから、ここも強心剣で行こう。でホーク手斧だからね、大木弾かな。入られるか、シャドウボルト360。ブリ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 、いやいや、まあ、700は当たるか。1200、3ターンが限界だな。バッコリプレッシャーでしょ。よし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 、体切りは助かる。あ、痛い。終わった。もうちょっと強くなってから来よう、さすがに。さあ、あれ指輪を渡しなさい。さもないとこいつらの命はありませんよ。ダメだ、渡すな。私には外せない。では、こいつらは皆殺しだ。エロールよ。これが光のダイヤモンド、光の力、
我が物だ。力は、まさか、あなた様は。下がれ、下ろ。やったー、ダイヤモンドゲットした。ダイヤモンドの使用者。あ、これ別に負けイベントでもよかったんだね。音がない。おっと、お目が高いですな。それは当店自慢のアイスソード。はるか昔に氷の巨人モーハンが鍛えたという技物です。アイスソード買おう。で、スキアボーナめちゃくちゃ買ったから金使うために1個では大丈夫か。で、アイスソード買って、これさ、2つ買えんの。アイスソード大量にあるからもう2万用意できるんじゃね。ちょっとまとめて売ろう。で、2万円になって、もう1個はそうか。あ、買えんじゃんアイスソードが2本になった。ありがとうございます。まあ、意味ないけどね。またおいでください。ちなみにこれアイスソード複数持っててもフレームタイラントにあげるときって全部奪われるからね。じゃあこれはシフにそびさせよう。スキアボーナだらけ。はい、OK です。ここはメルビル警備隊の事務所だ。皇帝陛下が謎の病にかかられた。治療法を見つけた者には莫大な恩賞があるぞ。ということで、この週では皇帝の奇病進めていきましょう。で、ホークから古文書はすでにパクってあるので、古文書の解読のために、これじゃねえな、帝国のメルビルの図書館に来てます。古代語辞典コーナー一巻、ちょっとよくわかんないけど一応全部見て、辞書だよね、これで OK でしょ。なるほど。ワロン島の神殿に入るにはアムトのシンボルとエリスのシンボルが必要なんだね。アムトの神殿に行ってみよう。お、ジュエルゲット。で、アムト神殿は北エスタミルにあります。ワロン島の神殿に入るのにアムトのシンボルとエリスのシンボルが必要なんだよ。何か知らないかい。ワロン島の神殿、それは伝説に言う二つの月の神殿に違いありません。あなたがアムトとエリスに祝福されているならば、その神殿に入ることもできるでしょう。で、アムトのシンボル手に入れて、またジュエルだ。美味しいなこれ。ちょっとエロール神殿でも情報聞きましょう。皇帝陛下の病は思わしくありません。しかも原因がはっきりしないのです。どういう様子なんだい。体から力が吸い取られていくような感じだと。何者かが呪いをかけているのではないかと心配しています。皇帝の奇病、ここで追加されるんだ、イベントリスト。この辺りかな。森の神シリルがいるのは。シリルよ、偉大な森の神シリルよ、私の声が聞こえているなら答えておくれ。エロールの声よ、前に何用だ。我は何時も目の前にある。二つの月の神殿に入るためにエリスのシンボルが必要なんだ。力を貸しておくれ。では夜を待て。夜まで何してたんだろう。ずっとただ待ってたのかな。え、これどうすんの。お主か。この狼がエリス神の使いかね。エロールの子よ、二つの月の神殿には厳しい試練が待ち受けています。それでも行くのですか。
ちろん覚悟してるよ。なんでちょっとおじ気づいてんの。ではこのエリスのシンボルを持って行きなさい。神が常にあなたを見守っています。ありがとう。よし、これでエリスのシンボルもゲットで、またジュエルか。ディスティニーストーンに運命を絡め取られて哀れなことです。運命を破る人、神にあらず。私たちには見守ることしかできないのですね。ジャングルの奥地へ行く船だけは乗るきゃね。ではジャングルから2つの月の神殿へ向かいましょう。これは古い神殿かね。宝箱がある。これ地図か。いやー、さっきは負けたけど、いけるか。サルーン様のためにシンボルを集めていただいて感謝します。あんた何者だい。私はサルーン様の一のしもべ、ワイル。さあシンボルを渡しなさい。サルーインのしもべだって、そんなやつに渡せるか。シェリルイベントで出てきたやつはどいつだ。奪うのみ。名乗ってたっけ、もう忘れちゃった。命を削るしかない。いや、天狗走りで十分じゃん。これワルベルとかマジ役立たないな。いやバーバラも12か。命一回削るか。大地の剣で武器はもうみんなかなり強力になってるからな。シャドウとウーフを一発かよ。1500だってんだな。ドラナーシ93とか。あ、やべえ、蘇らせるやつがない。いや命10か。ちょっともう無理だな。カットインっていこう。よかった、生きてる。よし、電気入ってくれれば900か。やれる1とか。めちゃくちゃギリギリだな。うわ、まあでもアルベルト生きてくれたからそれは助かる。癒しの水でちょっと蘇らせるか。で、強心剣は打っておきたいかな。スクリアンハスで終わってくれ。終わらない。いや、死体切りは OK、勝った。なんだかんだ言ってきつかった。これだけ装備揃えてきついからね。1周目からこれやんのってマジ無理でしょっていう。あれ、これさ、なくなっちゃうのかな。一応装備品ではあったんだよね。見てないけど。あ、取れた。で、確かね、首だったはず。愛と魅力がアップか。なくないから装備させとこう。では2つの月の神殿いきます。あれ、なんか普通に敵と戦ってたら僕のことなんだけど、なんでそういう仕掛けなのかな。力を示し我らの贈り物を受け取りなさい。かかってこい。いや、なんでやねん。ちょっとここブレードロールでいこう。ほらほら、 OK。 他にも敵いたけど倒さないといけないのかな。俺から行くぜ。宝箱出てきた。
罠がかかってる。プロテクトリング、まあ普通。こいつは手ごわいからやめといた方がいいかも。かかってきなさい。かかってこないな。もうこっちは初手サイコブラストがようやく出るようになったんだ。やられませんよ。牛を取ろう。チェインかかんなかった。牛を取られたし、むしろ263を耐えられるようになったからな。いいね、サイコブラスト様様よ。ガンガン行こう。同じじゃないか。いたー、アフレットをやられた。ちょっとこれはブレードで、でこっちもブレードかけよう。オッケーオッケーオッケー。なんかいいの入ってんのか。じゃあ霊獣石のだって重そう。これカイラルのやつめちゃ軽いからな。そんなことない。だってカイラルが1でしょ。あ、そんなに重くはないや。あ、よかったよかった。じゃあ装備させよう。まあグレイかな。じゃあ体力も上がるしね。あなたを祝福するわ。愛の力を信じなさい。これ言葉でなんてかかってこいって言うんだよ。で、宝箱は？よーし。あ、霊獣石のカブとか。どれがいいんだろうな。海賊のバンダナ。あ、素早さ下がるけど、まあ体力上がるし。自ら生きようとする者が生き延びる。それが自然の摂理です。かかってこい。こればっかだな。あれ？これなんかボスじゃない？もうめっちゃ普通にやってるけど、クロスブレイク。神獣だもんだって。敵の名前が巨神兵使おう。中に。あ、やべえ。ああ大丈夫、まだ生きてる。何？さすがに強い。こっち結構満身創痍だな。ただこのまま攻められるかって言ったら攻められん。攻撃あるのみたいな。あ、周期砲かけるか。自分のヒットポイントを回復しよう。バーバラちゃんは癒しの水で、あ、シフだな。で強心剣、究極傷薬を使うかどうか悩ましい。方向出てるな。まあダメージには立ってないから最悪。ちょっと立て直しが効くな。でアルベルトは回復したからサイコブラストが打てる。浄化の水は打てないのか。ここら辺の恐怖がどう影響してくるか。方向はだから大丈夫。あ、全然攻撃してない。で癒しの水ももうちょっと使えないか。大地の剣カットインで。バーバラは元気だからね。お、よし、生きてる。いや、あ、大丈夫か。シールドかけられた。しぶとい。強いぞ、こいつ。ちょっとアルビルト周期砲、自分で自分を回復するしかない。これ治んないのかな。あー、やられた。いや、結構まずいぞ、これ。アルフィルト読みやらせよう。よし、倒した。結構ギリギリだったな。これが霊獣石の呪い。普通だし。マジか。ここがっぽいな。私に打ち勝つことができるなら、お前をディスティニーストーンの守護者として認めよう。おお、キャラっぽいやつが来たな。
さて LP は8か。どうする、アッパースマッシュ2か。いや8の2はでも結構でかいよな、攻撃力として多分だけど。でサイコブラスト、バーバラ10あるな、サザンクロスとか12使うけど、命も2使うけど、早く先でちょっとずつ貯めていこう。でスキアボーナーもこれでいいでしょ。ナンシスカーがあんまりいい攻撃がないんだよな。え、いくつ当たった、え、1回ミスってんな。これくらいの攻撃で済んでくれればいいんだけどな、絶対済まないでしょ。ある程度回復を持たせてなかったっていうのがちょっと、てか全体的にみんな回復持たせてないかな今回。かなり失態だよな。うおぉ、真珠より強かったらもう終わるね。フォークがやばいな。高級傷薬使おう。ダルベルトは自分で回復で、早草切り強振使おう。死んだかもしれない、死んだけど回復は入る。よしよしよし。サイコブラスト、電光石火打てるときは電光石火と、ほらよし、 OK、 神獣より楽だったな。これでムーンストーンか、ようやく。ムーンストーンの守護者381ジュエルで、これ 70% になると終わっちゃうから、10、20、30、40、50、大丈夫かまだ。結構時間が厳しいんだよね、しかもこれ歩いて帰んなきゃいけないの自分で。あ、すぐここに出られた。あなたが持っているのはムーンストーンね、それがあれば皇帝陛下にかけられた呪いを打ち破れるわ。宮殿へ急ぎましょう。いや、手に入れましたよ、苦労して。私は親衛隊長のネビルだ。そのムーンストーンがあれば陛下の病が治るのか。よし、すぐに治療を始めてくれ。どうやって、かざすことしかできないぞ、思い当たる節としては。ムーンストーンってこれどこに装備するやつ。結界を破ると呪者も力を強めたわ。あ、なるほど、抵抗してんのか。あれが呪者の姿よ、本体はどこかで呪いを唱えてるわ。何者だ。ネビルか、お加減はいかがでしょうか。うん、何か体の上に乗っていた重しが取れたような感じだ。陛下、ご気分は。ソフィアか、うん、悪くない、少々空腹だ。それはようございました。すぐに食事の準備をさせましょう。ご会おめでとうございます。私も本当に嬉しゅうございます。しかし今日は重大な提案をさせていただかねばなりません。ローバーン公、陛下は完治されたとはいえまだお疲れです、遠慮なさってください。
重々承知ですが、ことは急を要します。よい、申してみよう。近年海賊による被害が増えているのは陛下もご存知のこと。このままでは珊瑚海の貿易は廃れてしまい、ひいては帝国の行く末にも重大な影響を与えます。何とぞ我が帝国海軍に海賊討伐をお命じください。海賊の間に仲間割れがあるとも聞きます。今こそが絶好の機会です。ロバン公は常に帝国のことを考えてくれているのだな。よろしい、公に海賊討伐を命じ、帝国海軍の全てを預けよう。お聞き届けいただきありがとうございます。早速準備にかかります。この女の人誰？ローバン公、その腕の怪我は大丈夫ですか？兵士たちと剣の稽古に熱中しすぎてな。ネビルよ、お前も稽古をした方が良いぞ。剣の切っ先が鈍ったのではないか？待たせたな。褒美は思いのままだ。何なりと申してみよう。武器、エスパーダロペラ。では下がってよいぞ。さあ、これで皇帝の奇病は終わったはずなので、ムーンストーンを得ました。メルヴィル行きました。陛下の調子は元に戻りましたと。で、古文書も終わりだよね、これで。で、エスパーダロペラ手に入れたのは攻撃力39、大地の剣が36だから、それより高性能なんだよね。で、しかも LP 消費じゃないから、まあガンガン EP 使っていくやつも使っていけるという感じです。よし、これで戦力はだいぶ揃ってきた。というところで、では、シフ編、最初は終わりたいと思います。まあ、前後編あたりで締められればいいかなと勝手に思ってるけど、ちょっとまあ、多くても3回くらいまでにはまとめていきたいと思います。今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。